最近は割とバタバタしないように気をつけているんですけれども、学生時代は本当にギリギリを生きていたなと今考えても思い出してもね思うんですよね。皆さんいかがだったでしょうか。今と昔何も変わらずギリギリで生きてる、余裕を持って生きてるいろいろねそういう曲もありましたけどね、ギリギリでいつも生きて痛くはない痛くないです、そんな話するつもりじゃなかったそうなんですよ、ギリギリをね生きたくないけど生きてたんですよねそう、それで高校時代なんですけど、電車やバス通学だと、次のが来るということでいいと思うんですけど、まだ私スクールバスだったので、もうそれを逃すともう他にないっていう感じだったんですよね。なのに、ギリギリで生きてしまっていたために、いつもバスがもう出発するか、扉閉まるかぐらいの時に走って駆け込んでいたんですよ。もうそれでいつもバスのおじちゃんにはあんたもっと早く来なさいっていつも怒られてました。そうなんです、朝早かったんですよ言い訳になりませんけどね、今の方がもっと早いんですけど、そう、すごい迷惑かけたなと、いろいろ迷惑をかけてギリギリを生きてきたので、もうギリギリでは生きていたくないっていう風になりましたね。反省を踏まえて今はなるべく時間に余裕を持って行動はするようにしています。なんでそんなお話をしたかというと、今日はね靴の記念日だそうなんですよ。どう話がそことつながるかと言いますと、ちょうどですね高校卒業するとき2014年ですね、体育館シューズすごいまだ白くて綺麗だったんですよ。あまり使わないですし汚れてなかったんですよね。でそしたらそのバスのおじちゃんがあなたそれもう使わんくなるんやろっけん、ちょうだいよって仲いいおじちゃんだったんですよ。で割と小柄なねおじちゃんだったので、何センチかも別に聞かなかったんですけど、多分私とそんなに変わらなかったのかなだからね卒業する前ちょうど今頃ですね、体育館シューズをねあげたんですよいつも迷惑かけてたからもう全然もうね使わないからということであげましたけど、おじちゃんまだ履いてるかな、8年経ちましたけどもう履いてないかな、今もバスの運転手さんされてるか分かりませんけれども、ちょっとね私にとってもある意味靴の記念日かなと思ってお話をしてみましたなかなか人に靴を譲ることはないと思いますけれども、今日は雨のところも多いですし、足元気をつけてお過ごしください切り抜きチャンネルをご視聴の皆さんありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ、はい、 OK です。こうでしょ、 YouTube ってこうでしょ、これが YouTube のやつでしょダサってやめてくださいよ